の七味で全然辛いの、マイゴマに。あ、辛いって言いますね。ハバネロが入ってるらしくて。マジで？かけすぎると辛いみたいな。あ、じゃあちょっともう麻痺してんだ、ね、そう、でもそれをちょっとそれで、あの、あのちょっと食べないようになってからは、やっぱ深本辛いなって。トラウマだなって思って。慣れってすごいですね。結局相当辛いですもんね。そうですね、4倍5倍とかに、そんなできるんだ。麻痺して麻痺して麻痺して、でも大好きです。はい。じゃあ続いて桜井さん。はい、あのビッグカツっていうお菓子知ってますか？ああ、懐かしい。あれを私小学生の時すごい大好きでいっぱい食べてて、それをなんか久々に家で見つけて、thank you.